から味方部隊が侵入します。我が部隊は青旗から赤旗方向に攻撃し、目標を奪取します。訓練展示開始にあたり合わせて偵察活動を実施します。取り組み潜入完了。了解。中隊長、こちらは狙撃。敵隙が発見。了解。速やかに射撃せよ。敵車両から左30ミリ、目標指揮官、射距離500、リーダーさん、左から右3メーターパワーは撃て。命中。敵指揮官狙撃。離脱。招待細川2曹を指揮する大佐隊が侵入してきました。情報招待は主力の行動に先立ち偵察活動を実施、統合資料を収集します。中隊長、こちら大佐組、監視組潜入。敵陣地了解。こちら情報招待、威力偵察実施。敵速やかに離脱せよ。現地侵入が開始されました。最初に侵入してくる部隊は2機に指揮する第14特化隊の 155mm 榴弾砲、通称 FH70 です。 FH70 はここ L16 および重迫撃砲小隊、分隊長。向かって一番奥側、 L16 は普通科中隊が所有する最大の火砲で、ここ善通寺駐屯地から丸亀城付近まで射撃することができます。一番手前側、重迫撃砲は普通科連隊が所有する最大の火砲で、ここ善通寺駐屯地から瀬戸大橋記念公園付近まで射撃することができます。87 ATM が侵入してきました。これは敵戦車や装甲車を高い命中精度で射撃することができます。攻撃準備射撃準備。大きな音がしますので耳を塞いでください。準備よし。戦車を追い74戦車が侵入してきました。中隊長、こちら戦車前方に敵戦車確認。了解。速やかに射撃せよ。大きな音がしますので耳を塞いでください。前方敵戦車砲手鉄鋼で。大きな音がしますので耳を塞いでください。ジナー装備
満着5分を前ランチャー勝利了解目標ダッシュの作戦を実行します。中隊は突撃照射器のもと小銃小隊を先頭展開。小銃小隊の援護のもと障害処理を実施。突撃照射器最終段に付設して突撃目標ダッシュ了解。小銃小隊小隊はこれより突撃照射器初段弾着と同時に WPC を先頭に攻撃を開始する。大きな音がしますので耳を塞いでください。突撃照射器準備完了。
中が終了するまで絶対に立ち入らないでください。四国に